次はおなじみの殺人現場マニアから送られてきた投稿を紹介しよう。半年前、ここをねぐらにしていた一人のホームレスが殺された。犯人は近所の学校に通う中学生数人だった。そのあまりにひどい殺し方に大人たち誰もが言葉をなくした。少年たちは寝ていたホームレスを叩き起こし、ホームレスに向けて殺虫剤を噴霧、そしてライターで火をつけたのである。少年たちは地面を転げ回るホームレスを楽しそうに眺めた。数日後、発見されたホームレスの死体は水ぶくれで体全体が真っ赤になり、見るも絶えない無残なものだったという。偶然男が現場にいただけなのであろうか。我々の問いかけに投稿者は、いや、そうではないと思いますと泣きそうな声で答えた。